秋篠宮家の長女眞子さまと小室圭さんの婚姻届が受理されたと宮内庁が発表しました。眞子さまはスメラギセキ離脱して小室眞子さんとなり、午後、小室さんと二人で都内で記者会見をする予定です。会見については、当初は記者からの質問に二人が直接答える予定でしたが、宮内庁は昨日冒頭に二人が発言した後、 事前に受け取った5つの質問に対する回答を文書で出し、退席されると明らかにしました。質疑応答を取りやめられた理由について宮内庁は、ま子さまは、事前に受け取った質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに強い衝撃を受けられた、などとしていて、医師との相談も踏まえての決定だということです。一方で二人は、 結婚についての気持ちを直接話したいという強い思いを持っているため、この形式での対応を決意されたということです。